出雲文字は、出雲の石窟で発見されたと伝えられる、人代文字。日本語の50音を表す50種の文字からなる。他に1から10までの数を表す文字と、100、1000、万の位を表す文字がある。平田厚種が1819年に表した、神業日文伝付録疑似編に、出雲の国の石窟の人代文字として採録されている。同書によると、 この文字は人代に大名虫の命によって作られたものとされ、出雲大社のあたりにある、諸島という島にある石窟の岩壁に刻まれていたという。この岩壁に刻まれた文字を、浸透家の立花の三季が写し、広大へ伝えたとされる。しかしこの諸島について、落合直住、日本古代文字校では、出雲に、このような名称の島は確認できず、また日を見先の近くに、 京島という名の島はあるが、文字の刻まれた岩壁があるという話は聞かないとする、説を載せている。また原田実る、津雪人大文字入門によると、鳥取県内に文島という小島があるものの、出雲大社とは距離が離れており平田の記述とは一致せず、また、出雲大社にも諸島に関する記録や伝承は見られないという。 新鮮道の大屋である宮寺柿和が1894年に表した金縁肘によると、高知県潮江村の川村家に秘伝の巻物があり、その中には出雲文字が記されていたという。宮地新鮮道の競技では、大名のの命も新鮮の一人とされ、その五譜には出雲文字が用いられている。千葉県成田市にある朝方新社では、 出雲文字で記された縁起が伝わるとされる。お義書とされる竹内文書には、豊雲の,の天皇によって作られた豊の文字として登場する。ありがとうございます。